前回のカズからカズさんやっぱりいろんなとこからインスパイアされてしまうみたいだ。そこで前回は比較だから、そう、雪原の大地にそびえ立つモアイが出来上がった。また年内にはこの雪原の雪村なんとかパワーアップしてやろう。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。いや、もう最近ですね、もう村づくりが楽しくてさ、もう今回もね村づくりしていこうと思うんですけども、今回ですね行いますが、もうさっさっさっさと行ってしまいましょう。いつもカズクラ忙しいんだから。はい、こちらの方皆様覚えておりますでしょうか。こちらだよ、こちらこちら。忘れた、久々すぎて。いや、これ渓谷村ですよ。ほんでですね、先日採掘ラジオでこちら広げて、ほんでまたさらにそこからですね、ちょっとね、ほら、ちょっと、どうした？なんだ、なんか頭の中が今見えてしまったような。まあいいや。とにかくですね、こんな感じでさらにですね、わかりやすく広げてみました。まあ、そんで今回はですね、もう、村づくりということでっていうかね、今回、ちょっとしたね、目標あるんですよ。まあ、これこうやってね、へっこんでるじゃないですか、真ん中。ほんでね、これ見た時にね、私パッと来たんですよ。モール。しかもちょっとおしゃれ系っていうかさ、昔フィリピン留学も行ったことあって、そこにね、モールがあるんですけども、まあ、フィリピンスペースモールとかで調べると出てくる画像、結構真ん中くり抜かれたような綺麗なやつあるんでございますよ。というわけで早速本日はですね、モール風に行けるかなチャレンジでございます。では早速行きましょう。まあ、どうしよう。これちょっと高さぐらい合わせた方がいいのかな、これ。だよね。よーし、ここは混んでいいな。さあ、問題はね、こっからだと思うんですよ。いやー、これね、モール工事がございまして、まだ君たちいたのか。元気してるか。元気嫌いんだ。頑張ってね、住みよい村作るから。ではですね、早速行きたいと思うんですけども、今回掘り込みに資金にしようかなと思って、高さの位置も結構絶妙だよね。ちょっと待って、一瞬削らせてね。ここに飛び乗るから俺。行くぜ。おい、行ってきたー。ちょっと土のところめり込む感じでいいかな、これ。ここら辺の調整が難しいよね。ここからだな。高さもね、4マスぐらいあるといいのかな、これ。こうだな。わー、これ、いろんな石材出ちゃうからね。ちょっとこれ預けておこう、これ。バレした。うん、今回はね、いろいろ頑張るの。まだちょっとしばらく使わないからね、この骨ブロックちょっと預けておくわ。ほんで、ここで必要そうなね、鉱物だけちょっと残しておきたいなと思います。後ほどね。ではね、頑張りましょう、これ。やべ、もう1日目終了だ。寝るか。おー、顔の中見たこっち。あ、ベッドがないぞ。あれ？ベッド。勝村湧くはずがないか。ぽい。あー、よく寝たー。さあ、ちょっと取り上げて、さあ、まあ、この勢いでね、頑張っていきましょう、これ。いや、今回ですね、1フロア綺麗にね、作りたいなと思ってるんですけど、まあ、基本的にフロアね、最低3マスだからね。ほんで、天井部分も含めて、4マス分ぐらいはね、掘っておかないといけないんですよ、これ。よーし、できたぞー。じゃあ、こっから頑張っていきましょう。じゃあ、まずはね、石ブロックで、これでも作りますか。あー、ほんでね、そうだ、ちょ、本日の米ランチと呼んでみますか、これ。もういっぱいあるんだから。はい、ですね、これ、お盆らしいけどっていうか、結構来たんですよ、あのスタバですね。私もね、2、3回来まして、何人かとの、視聴者様とね、会ってるんですね。福井の、旅行中で福井のスタバに行ってきたもの、1万3000人。嘘ついたろ。1万3000人はさすがに嘘だろ、ちょっと。こうなってくると、いつものアンケートすら怪しくなってくるな。あ、でもね、本当にね、何人規模で、私会ってますので、本当10何人とか20何人ぐらいはもしかするといらっしゃるかもしれませんね。本当にね、ご来場ありがとうございます。ほんで、一番びっくりしたのはね、連休の度に、一宮から、茨城かどっかあっちだ辺ですよね。一宮から車で運転で来てる方がいらっしゃったんですよ。いやー、すごいねー。ただですね、ほんと運転気をつけてくださいね。もありがとうございます。ほんで、こちらのですね、アドバイスでいたしましてね、渓谷を岩盤まで下まで掘り進んで何回も作ったらどうでしょうかと。ロマンがあるな、でもね、大変。いや、ちょっと。とね、岩盤はね、またの機会頑張るわ。うん。またの機会頑張るから、また今度ね。ほんで、具体的なアドバイスでね、結構あまり綺麗じゃないから、入り組んでる自然な感じがいいな。いや、これ正直悩んだんですよ。ただね、カズクラにね、そんな技術なかったので、今回のように掘り進めるスタイルで行っていましたと。いやー、とにかくですね、頑張っていきましょう、これ。こういうことですよね。まずはね、これでね、天井張っていきます。
よーし。まずはこうだな。で、床もね、どんどん張っていきたいと思うんですけど、モールの数を調べた？フィリピンモールとかでね。なんかやっぱ白系が元気ということでね、ここも頑張っていきたいと思います。あとは高さ的なもんどうしようかな。これで床だとちょっと低いイメージあるよなぁ、モールだから。ほんでね、ちょっとね、シーランタンとかもね、埋め込んでいきたいなとは思ってるんですよ。感じ的にはこうかな。このちょっと出る感じ。どうよ。あ、ギリギリセーフか。ほんでいこう。ちょっと待ってね。5マスぐらい焼けて、なんかこんな感じで設置していこうかな、これ。ほい。よーしよし、なんかちょっとぽくなったよね。な、ちょっとね、ここもね、1マス分ちょっとはしょっていきます。なんだ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 。あー、ここ、あ、トンネルの場所ね。こう、なんかうまいことやらないといけないからな。ほんといろいろ大変ですよ、これ。で、ここでね、骨ブロックの誕生でございますね、骨ブロック。ちょっと待ってね、調べるから今。いや、これは非常に難しいな。いや、でもね、やるしかないんだ。ちょっと関連性持たせて、ここに柱を入れようかな、うんじゃ。ちょっとね、柱入れる工事行います。やべ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 。私は神だ。じゃない。ちょっと待て。これどうすればいいんだ、これ。どうなってるこれ。あ、行った。なんだったんだ、今の。まあ、とりあえず、下の方に掘り進めてって。ほんで、あとはね、まあ、これ柱代わりなんですけども、どうでしょうね。まあ、本来であればね、まあ、こんな感じでちょっと飛び出してるんですけども、やりすぎ感が出ちゃうよね。うん。やっぱこっちの方がいいわ。これをね、ちょこちょこたまに10マスごとでいっか。まあ、ここら辺にね、どんどん仕掛けていきたいなと思います。やばい。ぽい、ぽい。あー、よく寝たー。さーて、今回建築頑張ったってみんなに言われるのかな、これ。非常に疑問なんですけど、全体的にこう白くしたいからね。こっからですね、これ床代わりということで、あ、いけそうだな、これ。ちょっと待って。こういうことをね、やろうとしてるんだけど、あ、いいじゃん、これ。床で使えるじゃん、これ、白いの。なんかここ間違えてる。おい、めっちゃいいやん。おい、ちょっと色の変化付け加えましょうか。そんで、やっぱ戦力感だよね。磨いたやつにしていきましょう。ポイッと。ちょっと待って。いや、ちょっと分かったわ、これ。ここをね、戦力感を3マスぐらい広げると、おしゃれな感じがね、出てくるんじゃないのかな。いや、でもこれするとものすごい量の戦力眼が必要で、資材不足に。いや、階層によって色変えるといいか。だったら足りるかもしれないな。とりあえずこれでいってみましょう。やべやべ、いい感じ。位置的にね、ちょっと改造した方がいいよ、これ。ほいっと。そんで、こっから骨ブロックだよね。よしいい感じじゃん、これ。ほんで、こっからちょっと、テンポのテスト的なやつも作っていきたいんだけどね。ほんとテスト的にね、ちょっとほっとくか、これ。よし。ちょっと忘れ物持ってくるわ。いやー、今回、あ、いい感じだねー。いや、今回すごい建築欲が湧いてきましたよ。え、何今のと。気のせいか。さあ、ゾンちゃんなんでこの村に湧くはずがない。はい、行きましょう。いくつかはね、もう仕分け機に回してしまって、で、こっからね、ちょっと黒っぽいやつがあるといいなと思ってさ、これだな。ネザーレンガ。これやると完璧だわ。うおなんかおしゃれなのできてる、おしゃれなの。そんでね、まあ、今現在はだいたい白系で収めてるじゃないですか。ここでね、やっぱね、ワンポイントの締まりが必要なんですよ。というわけで、これですね。この黒っぽいやつで、締めていきましょう、映像。やっべ。なんかめっちゃ良くなりそうな予感。ほんで、店舗とかになると、とりあえず、今、ガラス敷いてね、なんとなくの雰囲気だけ。ぽいっと。あ、絶対いい感じ、これ。あ、やべ。ぽい。あ、でもなんなら、ちょっと待て。今回、結構ね、なんか、すごい楽しいんですよ。もう一マス内側にやってもいいかもしれん。これ取っ払ってさ、ここにネザーレンガぶち込もうか。よーし、ここまで来たら、ここ、一応ね、仮にね、店舗の柱だけ作っといて、で、こっから、3マスぐらい行こうか。ほい、いいやないの。で、一応モールだからね、松明はね、現金にね、今回していきたいなと思う。今だけちょっと仕掛けさせてね。では、店の感じが分かるようにだけ、今回ね、仕上げていきたいなと思います。はぁ、疲
れたー。はい、とまあこんな感じで終わりましょう。ちょっと離れたところで見ましょうかね、これ。上の方から見下ろすといい感じかもしれませんね。では行きますよ、左の方。せーの、ぽいーん。あー、ちょっと良くなったんじゃないの、あなた。あー、いいわねー。あー、ただやっぱ端っこのワンポイントの方ね、ちょっと待ってね。やっぱ端っこね、全部白でね、綺麗に統一した方がいいと思うから、ちょっとここ1マスだけね、剥がしてしまいましょう、今。ほんで、今ね、この骨を埋めます。あう。ほんで、ちょっと待って、ここだな。柱を。はい。よーし、こんなもんでございましょう。あ、これもちょっとそれに合わせてやるとよかったのか、テンポもね。あ、そうだよね。ちょっと待って。どんどんデザイン性がね、すごく良くなってくる。この柱に合わせた方がいいんだわ、これ。こういうことか。よいしょ。あ、違う。ずれてる。よーし。とりあえずこんなもんでいいでしょう。はい、というわけで、てれーんと、あ、いい感じになりましたね。あ、ほんで、お店が始まるような感じでも、多分いい感じにできてんじゃねえの？この調子で下の方まで綺麗にね、やっていくといい感じになるんだろうね。あー、疲れたー。でもできてよかったわ。はい、とまあですね、本日はこんな感じで終わりたいなと思います。いや、とりあえずここでですね、方向性っていうか、これでいいかね、ちょっとアドバイスなどあったらね、ぜひコメント欄の方によろしくお願いいたします。ちょっとこの感じで作って、司書さんとかね、まあいろんな人を置けるようにね、うまいことやっていきたいなと思うんですよ。またね、皆様アドバイスのほどよろしくお願いいたします。それではまた次、皆さんお会いしましょう。バイバイ、バイバイキン。